はい、それではね、今回もクラウド続きやっていきます。世界戦力800万まで来ました。こっからは多分ね、もう、格上だと思ってるので、まあ、僕のね、クラウドの適正、世界戦力は600万から700万ぐらいだと勝手にはね、今思ってるんで、こっからね、格上に挑むということになってきます。いろいろ課題があるんですけどね、あの、前回の動画で喋った、まあ、空母の精度だったり、飛ばされたら急降下で帰ってくるとか、あと、ガードしてる時にね、むやみに DA で突っ込まないとか、他にもまだ気づいたっていうのいっぱいあってね、ガーキャンが全然できてねえなっていうね、ところもあるんですけども、もうこっからはね、格上の相手なんで、もうそういうこと気にせずにね、どんどんちょっとチャレンジしてみたいと思います。では、行ってみましょう。はい、じゃあ、初戦、シークですね。シークか。あの、コンボがめちゃくちゃうざいやつですね。さあ、初手はどう来るか。掴んで、わ、だめ、上に上げられなかった。DA で入ってくる、と。どうすか。おっと、やばい。下火押しちゃった。強切り入れたい。早いね、やっぱ。捕まれた。ガード見られた。入った。ダメだ、当たんなかった。せっかくのリミットが入ってきたから、クライムハザードで落として、ああ急降下の空前だったな。よし、横強入れて、破攻撃をとりあえずぶっ放して。やばいね。急降下、急降下。やば。おー、あー、横スマスか。さて、どうするかね。相手のパターンもね、見抜くことも大事なんだけど。攻撃に入って 156%、 多分横強でも行くよな。横強連発、空前に行った。はい、ほぼ互角ぐらいか今のところ。よし、入ってきてくれたから、強切りが入るからの上行って、クライムハザードから、うえ、入ってきたから強切り、破攻撃でとりあえず行って、入ってくるか。つかまれて。DA 入ってきるの ?DA。DA だ、隙が多いんだよな。おっと、つかめなかった。うわ。はぁ、どうすっか。空前が下手だな。さて、どうすっか。危ね。うわ、危ねえ。怖えな。やべ。いや、もったいね。あの精度だよな、やっぱり。上からやべえ、ちょっと危ねえ。急降下入れて帰ってきて、急降下で、おっ、ああ掴まれて、危ねえ。ああ、やべ、ちったー。はあ、あそこ回避か、むずいな。上に上げられた時がよくわかんねえんだよな、どうすればいいか。そうで、急降下で帰ってるんだよな、やっぱり上位勢だと。で、突っ込むと多分くると、よし、思った通り。むやみに DA で行かない。掴んで上。やべ。うわ。あ、やべ、やっちた。あー、ジャンプ使ってたー。間違えたー。あー、やっぱなー。800万からきつくなる。
はい、では2戦目、マリオですね。マリオは掴みと、あとファイアーボール。あ、その辺が嫌なんだよ。よし。あ、やべ、掴まれた。結局言ってるところか。あお、はい、掴まれて。はい、最悪。はぁ、あ。胴切り。掴んでくるから。相手は多分掴みを狙ってくるから、掴みを狙ってきたところに強切りを入れると。って思ってる、言ってるそばから。強切り。もうとりあえず強切りぶっ放しでいいよな。強切りぶっ放し。上上げてリミットチャージ警戒してるから、うわー最悪。よし、つかみ入っての、うわその場回避かい。その場回避してくるところがやっぱ上位でもう800万超えてるなって感じだよな。よし、つかみ入って、やっぱダッシュで行った時 DA を警戒するんだな。クラウドつかみが入りやすい気がする。DA で走っていくと、あ、ダメだ、そこに来た、やべ、やっちた、あ、こっち入ったのか、こっちの攻撃入ったのか、空砲入ってた。よし、攻撃入って多分掴み狙ってくるから、掴み狙ってきたとこ、あお、やべ、やっちた。よし、攻撃入り、掴み入り、ダメだったな。上から入ってきたからクライムハザード当ての、つかみ入れて、くー、あらら、逆だったー、最悪。逆、よし、よし、入った。何パーセントかここで稼いでおきたい。ああ、やべ、やってた、危ね。よし、競技入った、だいぶありがたい。競技に少しでも貯めときたい。もう箱撃いいし、ファイアボール食らってもいいし、なるべくこっちの、あ、ラッキー。はあ、何度か勝った。はい、では3戦目がテリーですね。どう、わかんねえよな。テリーとか、いや、いい、触ったことないからどういう攻撃があるのかもよくわかってないんだよな。今のは自分が甘かった、甘すぎた、完全に。うう、胴切り、よし、横強、あ、攻撃入れといて、よし、よし、入った。あー、まだか。よし、あー、マジか、マジっすか、あ、マジか。え、戻ってくんだ、テリーがよくわかんねえんだよ。よし、102か、結構溜まって、もうちょっと稼ぎたかった。やべ、マジ、なんでスマッシュしたんだ、なんでスマッシュしたんですか今。はあ、せっかくの 0% だった。やべ、でもう 30% を稼がれたと。やべ、53と23か。やべ、やべー、やっちったー。うー、やめてくれ、横行、
ガードが間に合わないんだよな。さあ、まるまるワンストック差がある。しかもこっちが80。ああ、まずい、これはもう。でも諦めない。やべ、帰ってこれねだよね。はあ、復帰がダメだ、復帰が弱い。はい、では4戦目がリドリーですね。まあ体がでかいから当てやすいっていうのはいいけど、うう、投げられて、ダメだ、危ね。さてと、 7% しか食らせてないの。どうすか、入ってきたところ、危ない。強気に、よし、やべ、やっちゃった。さてと、上から入ってきてねんかい。あー、ダメだ、ちょっと早かった。強切りがかわして、うぅ、上に来たら強切り。141だと空後いく。 OP かかってないよね今。D、 よし、78% か。よし、競技入って、あー、やっぱそうだよね。あ、やべ、マジかー。復帰の弱さをどうカバーするかなんだよな。お、危ねえ。フライのハザードからの、さて、よし、128、もうちょっと貯めたいところだけど、よし、やべー、帰ってこれね。まあそうだよね、完全に読まれてた。下行くこと、普通に回避で帰れよかった。もったいね、回避が弱いから崖に追い込まれる。ちょっときついんだよな、クラウド。あんま近づきたくないからもうこれでいいや。で、上入ってきたらクライムハザード叩く。ほいほい、よし、飛ぶ。ふぅ、あー、やっちったー。あぶわ、マジかよ。はぁ、嫌なところに復帰阻止が来たな。下がってる。はい、では5戦目、ファルコンですね。これラストだね。やっていきたいと思います。うぅ。めっちゃリードされてる。厄介。入ってきた。今日やっと入ってる、今日ギリが。入れて、あー、早いよ。弱は早いって。弱かい、また危ね、掴まれて、
上投げでやられたが、大喜利入れて、ふう、やっぱみんな急降下で帰るんだよね。クラウドの前復帰が弱いからどうなんだっていうことなんだけど、スマッシュ入れて、あそこスマッシュ入れる必要ないんだよな、どうせ倒せるんだから。よし、横強入れての、あお、よし、はい、ということで、今回は2勝3敗かな。負けが多い。やっぱね、800万はちょっとまだ早いかなって気がします。自分の実力的にね。はい、ということで、今回ね、ちょっと戦闘力、世界戦闘力ちょっと下がって終わりって感じかな。ちょっとね、何回か対戦して、動画には残さないですけど、何回か対戦して、またね、800万から動画として上げていきたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。